座って、はい、お待たせしました。今日は素敵な、土曜日、とてもいいお天気の土曜日に、皆様 お集まりいただきました。ありがとうございます。重弘誠さんバースデーライブということで、今日は素敵なお客様と、素敵な演奏者の皆様が集まりました。ありがとうございます。自己紹介していきまーしてもらいましょうかね。とてもいっぱいいらっしゃるので。どうも、東海のわさびです。たまたまちょっと久しぶりに遊びに来たんですね。誠さんと話しする中で、久しぶりにちょっとこんなに2人でやろうようなっていう話になりまして、でその話の中でちょっと12月誠さん誕生日なんで、まあ、毎年バースデーライブやってるっていうこともあって、まあ、今回ちょっと僕と一緒にどうですかっていう感じでこういう感じになりました。誠さん、ありがとうございます。ということで、今日はバンドマスターマサルさんということで、はい、もう今日はね、ここにいる私、申し遅れました。コシガヤ FM でラジオ番組などやらせていただいておる猫でございます。1曲目ご用意されたのが雲が降りるには。Thank you.
次にご用意しているのは夕まぐれという曲ですね。
もう一度じゃあ、自己紹介させてください。6弦ベース、重弘誠さん、はい。よろしくお願いします。癖があったから東海林勝さん、パーカッション渋谷健一さん、1曲目に雲が降りる庭を、そして2曲目今終わったのが夕まぐれという曲でした。何から聞こえる
ありがとうございました。
さんもビヤイヤイヤを感じながらドラゴン聴いてください。Thank you.
Thank you.
Thank you.
じゃあ僕とマサルでいきましょう。ああ。